はい、皆さんこんにちは、なっちでございます。今時刻は12時半、お昼の12時半なんですけど、なんかね、起きれなくなった起きれなくなりましたね、完全に。まあ、学校ある日とかはさ、普通にね、7時とか起きれるんだけどね、起きないといけないっていうのにやっぱりね、甘えてしまうんでしょうかね。そのせいで1日の半分ぐらいを無駄にしております、ナッチでございます。はい、今回は緑ソニアと、1体このフォレストバーンというねモンスターを使ってですね、ヴォルスーン降臨に挑んでみる動画です。1回確かまだ学校が終わってない時に学校でクリアできたパーティーです。ただ単に緑ソニアのパーティーにこの威嚇であるヴォルスーンを、ヴォルスーンじゃねえよ、ヴォルスーン入れてどうすんだよ、威嚇であるフォレストバーンを入れたらなんか勝てましたみたいな動画です。多分勝てるけど勝率は割と低いと思う。安定攻略ではないってことをまず先にね、知っておいてください。ちなみにね、このオール緑ソニアパーティーにね、ノルディスワンパンできるんで相当強いですよ。ノルディスワンパンはビビりますよね。ここにセレス入れて、ノルディスもいけます。さあやっていこう、やっていこう。降臨チャレンジ、全然やってません。やんないとまずいね。もう24時間切ってるんで。はい、これでいきます。緑ソニアさんね、経験値テーブルは確かそんな高くないんですけど、コストが70あるんでレベルが上がりにくいです。さてさて、そこの辺ね、スキルは使わずにいきたいんですよね。そうだな、貯めたいな。ちょっとゆっくりいきますね。まずは回復力はあるんで、結構ダメージが予想以上にでかくて驚きましたが、回復力はあるんで、まあ、回復しつつね、ゆっくり進んでいきます。だから本当にボス級の敵にしかソニアさんは使いたくないという感じですね。ここでもなるべく使いたくないんですけど、ここはね、多分ね、めんどくさいことになるんで、もう使います。できればね、木を取っておきたいんですけど、こんな感じで2個だけだけどね。これでここは大丈夫。レベルアップ。あー、そうだね、こいつもカウントダウン系のモンスターなんで、最初に5で泣かしとこうか。まずは泣いていただいて、これでね、列なしでね、そんなに火力出るとも思えないんですけど、泣かせるとこぐらいまではいけたんで、あとは列分降ってくるまで待つって感じですね。無理なことじゃない。水が降ってきますが、もうなんでそこで降ってきちゃうかな。あと2でいきます。よし、ここでいきましょう。2なんでこの列で組んでいきます。はい、まあこれで倒せると思いますね。はい、こんだけね、じっくり解説して負けたら悲しいよねおー、落ちた。プラスありがとうございます。あ、また癒しゾーンですね。1が1体なんで、今回も一発受けたいと思います。やっぱ緑ソニアさんね、帰ってきてほしいんでね。消えちゃうかな。消えちゃった。じゃあこいつを倒そう。よし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 。ならここも受けたいよね。うん、6ターンだし、だいぶいい感じ。消えましたね。さよなら。ここか。そうだな、まずは回復しましょう。回復して、確かね、こいつの普通の攻撃はもう耐えれなかったはずなんで、半分以下にするしかないというわけでございますね。だからここでも一発使うよね。使いましょう。まあ、使ったらきっとワンパンだと思うんで、まあ、ワンパンでもいいです。少な。少な。大丈夫？
ちょっと怖いんだけど、まあ、闇の列も強いんでおそらく倒せるかと思います。よし、そう、後から加速していくんですよね。で、先制猫パンチ、ここも1列あるんで倒せる気がします。どうしようかな。あー、なんか微妙だね。真ん中の辺で木を作りたいんだけど、そうするとなんかコンボがおろそかになりそうなんで、上に持っていきましょう。上で作ってしまって、まあ、この辺で適当にね、こんな感じで、はいはい、落ち込んきましたし、間違いなくここはワンパンできそうですね。よし、この辺突破したらもうあとはね、いけそうですよね。だってまだもう陣3つ残ってるから、いける、ここ帰ってくるでしょ。しかもいけますね。なんでほんと落ち着いてペンドラとかでスキル貯めながらね、やっていけば全然勝てるパーティーですよね。しかもパーティー構成も悩まなくていいというね、このご両親感嫌いじゃないです。嫌いだったらやってないです。ここもワンパンしてしまいましょう。なんかさっきから闇が少なかったり木が少なかったりね、ようわからん陣が飛び出しますが、これはミルフィーユ的なやつでいいかな。はい、ゆっくり。よいしょ、ヘライースさんですね、ありがとうございました。まあ、キパにとってこのヘライースさんはちょっと見た目がでかいぐらいのね、印象なんでね、あんまり強くないんで、まあ、封印向けたら話は変わりますが。さあ、ウォーターディフェンス、ここも4コンボ吸収ですね。5コンボ吸収に気をつけながら、実質5コンボしないといけないんで、まあ、僕はね、まあ、4コンボ吸収というよりかは5コンボ吸収的な感じのイメージがありますが、これでいいかな。はい、5、OK。さあ、追い打ちの落ち込ん。で、ここまで来てようやくフォレストバーンさんの出番が参ります。ウヌに真の姿を見せようっていうこのセリフね、なんか、モンハンにもね、こんなようなクエストがあったんですよね。ウヌの力を見せてみようみたいな、そんな感じのクエストがあったんでね、ちょっと、あれ、ボルスンじゃねって思いましたね。はい、どうでもいいですね。使いましょう。グラウンドハウル。後から使った方がよかったね。泥強だったんだ。しかもこいつレベル最大になってますね。よーし、まあ、その泥強とかどうでもいいぐらい火力出るんで、ここはお疲れ様です。うわ、めっちゃカラフルで、1で耐えるんで、あとは闇さえ消せば終わりです。唯一怖いのはここで欠損ですね。なかなかないと思いますけど、ここで欠損するのは結構怖いですね。はい、ありがとうございました。うん、一発で勝ててよかったね。別に今回テイク2とかでもないんで、気持ちよく勝てたかと思います。はい、ということで、ボルスーン降臨、ミドリソニアのご両親プラスフォレストバーンさんでのクリアでございました。組める人が限られてくると思うんですが、非常にね、なんだろうな、使ってて楽っていうか、楽しいっていうかね、なんかまた違う感覚がありますので、ぜひ組める方は試してみてください。ここマイメロとかね、あとはバランスで威嚇ってなんかいるのかな？マイメロはいけて、ドラリンでもいけますね。ドラリンでも OK です。まあそんなもんかな。そんなもんですよね。なんで、まあ言ってしまえばゴンさんとかでもいいんですけど、やっぱり倍率が欲しかったりするんで、まあそこは自分のね、手持ちのキャラクターとご相談してね、まあフォレストバーン持ってない方はドラリンでお願いしますっていうのもね、緑ソニア4体持ってる人フォレストバーン持ってんじゃねっていうねそんなお話ですからね、難しいところではありますが、ぜひ参考になったら参考にしてみてくださいということで終わりたいと思います。以上、ナッチでございました。バイバーイ。